はいどうも、始まりました龍一ビジョンの龍一です。今回はですね、新しい年度が始まる前にいろんな振動が開通したという情報が入ってきましてですね、ちょっとまあローカル的な話題にはなるんですけど、ちょっとこういうことを動画で言わせてもらいたいですね。今ですね、僕が住んでる地域がですね、福岡県の大野城市っていうところでですね、飯塚大野城線バイパスと荒戸橋音金線が2本開通したんですよね。でその2本が開通したのにもかかわらず、旧道をですね、多くの方が通っていることで、渋滞を起こしている。まあなぜじゃあ渋滞してるかというと、これ案内板が全然ないんですよね。新しい道が開通しましたら、こちらの方が空いているのでこちらにお回りくださいという、そういう案内板が表示され、案内板が掲げられてないんですよね、自治体お役所さんからですね。だから一応まあそういうことはやっぱり事前に混雑気づかない人の方が多いと思うんですよね、意外に。そこら辺の市町村の広報でしか発表されなかったりとかするんで、インターネットがいくら普及しててもそういう情報載ってるかもしれません。でも見ない人は見ないね。ということで、まあちょっとアナログで申し訳ないんですけど、こんな感じでマップがあるんだね。はいね、これをじーっと乗っけるみたいな。この青い部分っていうのが今回開通した部分なんですね。はい、そうなんですよ。でちなみにですね、混雑、普段開通したのにも混雑してるっていうのが、やっぱ赤ペンで印をつけた方が分かりやすいんですね。なんか先日ね、紹介した露天の焼き鳥屋さんの大将が、まあものすごく混んでると、上下線とも。まあ、振動を通らなくて旧道を気づかないで通ってる人たちのおかげで、はい、とりあえずちょっと 今現在旧道、混んでる旧道っていうのをちょっとチェックします。はい、ね、すごいらしいですよ、全然動かないっていうことで。すごい。はい、じゃん。この赤くなぞってる部分が、赤くなぞってる部分がですね、昼に渋滞を起こしてるっていう部分です。新しい道ができたので、どんどん新しい道を使ってほしいのに、自治体の案内なしでね、大きい通りを来る人は掲示板で気づくかもしれないんですけど、今まで通りの生活をしてて、そこを生活習慣的に通ってたっていう人たちで、この近辺大野城市内に住んでいない人たちにとっては全然わからないっていうのが現状なんですね。だからこれはですね、やっぱ早急に対策立てて渋滞を解消しないと、なかなか信号もさらに2つ増えてますからね、この振動を、ね、作ったおかげで
さらに輪をかけて渋滞してるわけですよ。だから早く渋滞が解消するのを願いたい。もしくはこの動画を見て誰か電話する人がいればお役所に電話してもいいのかもしれませんね。ということで本日はこれまでです。ご視聴ありがとうございます。そしてチャンネル登録の方もぜひぜひよろしくお願いします。それではさよなら。